こんにちは、こんにちは。今回は面玉卿卒業したということで、VIP 戦を実況していこうと思うんだぜ。BA から BA が繋がってー。また BA が繋がってー。ここの受け身難しすぎるんだぜ。回避上がりかられまくってるわね。さすがに受け身取れなさすぎじゃないかしら。わ、プロ動画ね。気を取り直して実況していくんだぜ。お相手はきっとね、きっとは崖展開で詰ませられることが多いから、ジャンプ切らずにリングで牽制しながら攻めてくんだぜ。初動はいい感じね。きっとは一時大量に湧いてたから、割と自分の中で立ち回りに自信のある方なんだぜ。リングでの牽制が効いてるから、着地に掴み入れるのも有効なんだぜ。怖いからマジで慎重なんだぜ。ここの掴みは狙う価値があるんだぜ。ドラゴン強いものね。リングがうまく絡まなかったわね。これのミート率を上げるのは念の課題なんだぜ。パーセント差ある下ショーパナそうかなっていう早めのボルトなんだぜ。こうそうしたわね。長くなるからちょっとスキップするぜ。今のボルトは微妙だなって後から見て感じたんだぜ。ストックさあるから強気に行ってもいいとは思うけど、悩みどころね。まあ、即立ち回りに悩むんだぜ。これはよくやってしまうけど、DA 確定するから良くないんだぜ。大オリジン M からの OS マ、最近発見したけど普通に強いぜ。これは組み込んでみるのありかもしれないわね。さてエンディングなんだぜ。時間すごいわね。